こんにちは、のぶです。では265日目リボルブ、チャレンジ連続10回ということでやっていきたいと思います。やっぱり、蹴り足の安定性、安定してこう蹴れてれば、まあ自然と回数もいくのかなと思いますので、まずは安定性を意識しながら回していきたいと思います。では行きます。